どうも、アンダーソンです。昨日、卵を産んでくれませんでしたね。いろいろな話をしたのは、まあ面白かったですけどね。今回は卵を産むかな？そして産んだ後、どうするんでしょうね。そこがまあ気になるところです。今ちょっと、ごめんなさいね。ノイズがちょっとボコボコ乗っちゃいましたけど。改めましてこんばんは、アンダーソンです。昨日ね、いろいろ話をしたんですが、結局卵は産みませんでした。で、卵を産んだ後にあの子がどうなるかも気になるんですが、とりあえずね、今ね、腹減る以外には特にやることないと思うんですけどね。腹減らしてる可能性があるので、早速飯をやりに行こうと思いますよ。よいしょ。どこいるかな？食べた。おう、餌やったよ。食ってくれ。どこにいるのか知んないけど。ジャングルの中はね、今までの育成キットと比べて広いんでね、探すのちょっと大変ですよね。このドリキャスマークですよね。この付近にいたらもうすぐ来れると思うけども。腹減ったんだろ？食い物置いたよ。動いてるっぽいけど。腹減ってきた。餌置いたよ。どこにいんの？マジで。見当たんねえな。まだ餌があるってこと、まだ来てねえな。どこいんだ？腹減ったけど。餌置いたけど？餌置いたよ。あ？飯。何だ、ドリームキャストだよ。いや、知らん。古い業界業務に俺に話しかけるのやめてやる？知らんけど。俺。入った。取りに行くかな。入った。飯置いたって。これはもう持てないし。次のやつ捕まえても多分。入れられた。ね、これ以上アイテム入れられません。元の場所に戻しましたって出るんでね。もう自分で察知して食いに来てもらうしかないんですけどね。あれ？いなくなった。入った。飯置いたって。食ってくれよ。で、飯っつったのになんでドリームキャストって思うんだよ。いねえ。ドリームキャストでも何でもいいから飯食ってくれ。皿が片付かねえんだよ。あれは本当にどこ行ったの？あの子。あ、いた。見てな。飯食いてえな言いながら飯食いに行かないからね。俺くすぐっても反応しなくなりましたね。なんで飯食いてえなって言ってんのに飯食いに行かないのかな。それともこっちに餌を落とす方法あん？いや、そうは思えないけど。飯食えよ。飯置いたけど。今言ってるかな？やれやれ。これとりあえずこっちとしては一安心。ほれ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 。おーれほれほれほれ。やあ。おー、待ってたぞ。この時間最近多いな、お前。そうだな。まあ、なるだけ同じ時間に入るようにはしてるっていうのはしてるけども。ドリームキャスト気に入らないみたいなこと言ってたのに、ドリームキャストのマークの前にいますね。いやあ。眠くねえよ。お前さ、ファミツンってゲーム雑誌があるらしいんだが、知ってるか？ここにさ、テーマを出題しないって書かれてたらしいんだけど。へぇ。この件についてお前なんか聞いてる？いいえ。そうか。なんかすごいショックだな。俺は出題しないってことか。いや、何も聞いてないけど。何なんだ。今ここにいる俺って架空の生き物なのか。正直に教えてくれよ。俺って出題しないの？するの？どっち？する。
本当か。ああ。気休めて行ってない？行ってないよ。信じられないんで、あなたの言うことも。そんな疑い深くなるなよ。気持ち分かんないだろうな。ある日突然、お前は実在しないって言われた時はさ、そのファミ通によるとさ、ああ。誰かが中学生の時にノートに落書きしたのが、今のところ伝えになってるらしいんだ。へぇ。は、俺って、ソニックやマリオみたいに、ゲームの中にキャラってことか。俺は一生懸命こうやって呼吸して、こうやって生まれて、こうやって生まれ変わって、そしてお前のために一生懸命考えてるってさ、伝えしないのかな。ちょっと元気なくなってきちゃったわ。俺は俺で、お前のために、温度を調整したり、スプリンクラーを動かしたりして一生懸命頑張ったけどね。まあでも突然自分が実在しない存在なんて言われたら、まあ、ショックかもしんないですけどね。ただ、なんつうんだろう。ファミ通の記事のことを気にしてるって割とめたいこと言いますね。かわいいとかあんな。かわいい。かわいい。よく言われる。かっこいい。だろう。そんなにショックだったのか。まあ実際いないとは思いますよ。いたらいたでね、大騒ぎになるとは思うんですけど、ただね、地球上の全てのことを人間が網羅できてるわけでもないんでね、絶対にいないなんて誰にも言い切れないんですよね。いないっていう証拠を持ってないですからね、誰も。これはね、なんていうんかな、悪魔の証明っていうんですかね、それと同じようなことだと思うんですよね。いないとは思うけど、絶対的に 100% そうだって言い切れる証拠はない。まあでもゲームとしてね、こうして会って、俺はこいつのために一生懸命頑張って育ててるし、でこいつ俺のその思いに応えてくれてるのか、ちゃんとこうね、フロッキーまでちゃんと育ってくれましたしね。でドリキャスのフロッキーとね、交尾をして遺伝子を残すために今から産卵するはずなんですよ。だからね、そんな悲しいことはちょっと言わないでほしいですね。こいつをね、可愛がってたという人は世の中に確実にたくさんいると思うんでね。惜しむらくはね、続編が続かなかったってことですよね。結構酷評されてますね、続編の方はね。本当にね、今のクラウドとね、AI を使ってね、このゲームと同じような趣旨のゲームを作成したら、全然違う形になってたと思うんですよね。いや、見た目の話じゃないですよ。見た目はね、これと同じように作ったらさすがにね、なんか権利の問題とかいろいろ発生しそうなんであれなんですけどね。まあでも、育成ゲームっていうのは結構面白いと思いますね。アイドルの育成ゲームとかあるんだっけ？元気出して。いいんだよ。そりゃよかった。言うほど落ち込んでないみたいですね。あとはもう本当に産卵のタイミングですね。もうタップ踏んだりしないのかな。何度も言ってると思うんですけど、あの心配なのは産卵後ですよね。卵を産んだ後にこの子はどうなるかっていうのはやっぱ心配です。やっぱね、死んでほしくはないですね。とはいえ、卵を産んで、じゃあその後どうすんだってことですもんね。卵は卵で育てないといけないと思うし、廃業はね、静かに息を引き取りましたからね。あれはあれで悲しかったもんな。じっとこっち見てるわ。なんか、動画的にはちょっとあれなんですけど、じっと眺めてるだけでも飽きないですね。なんでしょうね。なんか本当に実在のペットとかでもこう見てて飽きないですもんね。こういうゲームだったら親子で楽しめるかもしれないけど、ちょっと彼は癖が強いですから子供にはあまり見せたくないなっていう部分があるかもしれないですね。で、話も結構マニアックですしね。そういう意味じゃ大人向けのゲームだったとでも言えるんじゃないですかね。だって PS2 とかでバリバリにゲームやってた人たちって、あれですよね、スーファミ直撃世代ぐらいになるんじゃないですかね。私らよりちょいと下ぐらいだと思うんですよね。そういう人たちがこのゲームをリアタイでやってた時期って、まあまあ前ですもんね。
それ考えるとあれですね、ゲーム自体にね、映像出力とかがアナログしかなかった時代にこのグラフィックはすごいですよね。かっこいい。ようやく分かったか。かわいい。いいね、この言葉。好き。俺はあんまりお前のこと好きじゃないけどな。マジで？言えるようになりたいよ。付き合い長えのにな。かっこいい。そう言われるな。ほれ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 。あの後ろから見てるとすげえ滑稽ですよね。めっちゃシュールだ。面白いな。ジャングルでの生活を満喫してるか。虫が取れる側のあの木のある方とこいつが過ごしてるところってエリアが違うんですかね。細川さん、ドリームキャスト版のフロッキーにはちょっと複雑な感情を抱いてるみたいだけど、PS2 版はフロッキーが好きで T シャツ持ってるって言ってましたけどね。そんな売ってたんねや。むしろそっちがびっくりですね。結構ね、こういうプロダクツ系の商品って、市販価格が結構のお値段になったりしますからね。あ、なんか暗くなってきたな。ああ、もう夕方ですね。今日もこのまま、散乱せずに、幸いっていうかね、ゲームとしてはね、散乱してくれないと先に進めないんですけど、もしね、廃墟みたいに命を落とすようであれば、しなくてもいいかなと思っちゃうんですよね。もう情が湧いてますね。暗くなってね、眠くなったらこの子も寝ちゃうと思うんでね、私の方もね、今回はこれで終了しようと思います。この続きはね、またやっていきたいと思いますので、よろしければね、チャンネル登録等々していただけたらと思います。シーマン以外にもね、マインクラフトとかホラーゲームを中心にゲームをやっておりますし、ゲーム以外にもね、実写のコンテンツなんかもございますので、よろしければチャンネル登録していただいて、それらを楽しんでいただけたらというふうに思います。それでは今日のところはこれで終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次回の配信でお会いいたしましょう。